心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。ちょっと心たぎるについて、そうですちょっとだから何なのっていう、新しい、ね、新シーズン到来っていう感じはしますけど、そこはもうちょっとこうご説明いただいた方がいいかな。そうですよね、はい、何のこっちゃっていうのをいまだかつて ね、ちゃんと説明してないっていうのもいかがなもんかなと思いますんで、はい、今日ちょっとね、はい、オープニングで少しだけ、お話をさせていただきます。心たぎるっていうのはまずこういう言葉って意外と私大事だと思ってまして、そもそもね、はい、B リーグの最上位概念のバスケで日本を元気にってこれいつも、これはまあバスケ界全体の、理念でビジョンですね、これがバスケ界全体で向かっていくところで、その次にある B リーグとしてのパーパスっていうのが、なんかブレイクザボーダーとか、なんかブレイクザボーダーってなんかこう社会に提供する価値とかっていうことではなくて、なんか我々の志みたいなもんだからちょっと違うよねということで、ドライブユークレイジーとか作ったりしたんですけど、やっぱりもうちょっとバシッといわゆる B リーグのパーパスになりうる、パーパスってまあ社会に提供する B リーグの価値ということになるんですね。もうちゃんとした方がいいだろうということで、その下に、まあ、そのピラミッドでいうと、その下に B リーグのミッションとして、世界に通用する選手やチームの輩出、でエンターテインメントの追求、夢のアリーナの実現、まあ、これがいわゆるミッションとして、この3つを実現していこうじゃないかと使命感を持ってやっていこうということがありますと。で最後にいわゆる一般企業で言えば、ビジョン・ミッション・バリューみたいな形で言うじゃないですか、でバリューが、まあ、志というか我々のこう行動指針みたいなもんですけど、ブレイク・ザ・ボーダーというような序列にしました、まあ、まずこの言葉の整理をしたと。なるほど。で新しく登場したその B リーグのパーパス、まあ、ちょっとトライしたドライブ・ユークレージはあったんですけど、もう一度再設定したと、まあ、そういうことです。なるほどですね。なので、心をたぎるっていうのは社会に提供する価値なんで、いわゆる我々 の、 そのサービスというか商品、その B リーグの存在そのものをバシッと言葉一つで表現したいっていうのがあったんですね、で、まあ、そのプロ の、 そのコピーライターの方たちも入れて、我々の思いを伝えて、もう繰り返しディスカッションして、どんどん ものすごい数の選択肢を作って、そこからどんどんこうしぼめていって、で最後に決めたのがこの心をたぎるなんですよ。ポッと思いつきでなんかじゃなくて、ちゃんと言葉の定義も位置づけもちゃんと整理した中でこれはもう選ばれてるっていう。そうなんですよ。だから B リーグって何とか、B リーグのあの面白さって何って、商品って何、やっぱり会場だよねと、あの会場の空気感とか、うわーっといった熱量とか、ファンの皆さんがわーって総立ちになるようなあの感覚、熱量、あれが B リーグのファン、もう商品化したものだと、まあコート上で行われてるアップテンポなバスケとか、得点がたくさん入るんで盛り上がるシーンが多いとか、そういうコートとファンの距離が近いとか、そういういわゆるあのオンコートが価値だよねっていう風に、まあ、定義はしてたんですけども、もちろんそれは変わらないんですが、あれですっていうコート上のあの早い展開ですっていうことだけではなくて、いわゆるそこも含めたバスケットの面白みを一言で表現するってじゃあ何なんだと。なるほど。って考えると、そこの選手たちのなんか汗とか そっちに行くんじゃなくて、会場にいる、もしくはバスケットライブで視聴してるファンの皆様の心にフォーカスしてみると、その繰り返される展開とか盛り上がるシーンによって熱くなるじゃないですか、まあ、いわゆるたぎるって一瞬にして沸点に到達するみたいな意味なんですね。ですけど、わーってこう一瞬でこう沸点に到達するようなシーンが、1試合に何回もあるじゃないですか、でその気持ちの高ぶりを B リーグのその価値そのものというふうに置いて、それを実現するのがコート上で行われているバスケだったり、エンターテインメントだったり演出だったりっていうことで、こう視点をあえて反らして、なるほど、人の心にフォーカスしてバスケの価値を表現しようかと言って作られたのが心たぎるなんですよ。もうどういう思いでこの言葉を作ってきたのかっていうのは、もう今島田さんがもうたぎってる状態でした。まあまあまあ、私はまあ常日頃24時間365日たぎってますからねだからまあまあ、私はあまり参考にならないたぎりマンなんですけどたぎりマン、はい、たぎりマンなんですけども、たぎりストって言ってもいいかもしれませんなんでちょっとまあそういう意味では皆さんにもね、この言葉の意味を分かっていただいて、一つでも多くのねたぎる感をこう、あこれだと、なるほど、もう私の理想ですよ、会場にいて、あこれもしかしたらたぎってる、あってことかなとか、ファンの皆さんが盛り上がった時に、うわーなんかたぎってきちゃったよみたいな、もうたぎるって言葉が日常的に使われるようになることを願ってやまない。なるほど。これが今の私のたぎり具合です。たぎり具合です、はい、たぎり人としての、はい、なるほど。いやでも面白いですね、はい、確かにそういう言葉を選ぶ過程の中で、自分たちの価値って何とか、お客さんにどういう気持ちになってほしいのかみたいなことを改めて考える、すごくいい機会だったのかなというふうに思いますし、そうなんですよ。だから言葉いろいろありますけど、まあバスケで日本を元気に、
私よく言いますね、うん、心をたぎるも言いまくってますね、うん、で世界に通用する選手やエンターテインメントの追求や夢のアリーナっていうのももうまさに有言実行でこれを何とかしようということでユースをやったり、うん、演出エンターテインメント頑張ろうねって言ったりとか試合の皆さんも大事だよねって言ったり、まあ、アリーナ戦略を取ってるのもこのちゃんと決めた我々の理念に接続してるっていうことが大事だと思うので、うん、だから言葉にしてこう繰り返して言うことで大事なんですよね、はいはい、よくあるじゃないですか会社に社是とか、はい、で社長室になんか額に入って志みたいな、うん、これ誰か社員知ってる人いるかなみたいなあるじゃないですか、はいはいはい、それだとやっぱダメで、うん、もう言い続けることが大事でもう洗脳するぐらい言い続けることが大事なんで私はもう本当に大変申し訳ないんですけど言いまくりますからでツイッターとかでももうなんだろううるさいよともういいよその言葉いちいち前に振らなつけなくてもって言われると思うんですこれから繰り返してると、はい、負けずにいきますなので優しくね皆さんね、はい、見守っていただければ、はい、幸いですと、はい、もうなんならこのもう心たぎるでね一本喋れちゃうぐらいなんですけどあまりやるとオープニングで、ね、そうですね今日オープニングですから、はい、ということでなんとなく皆さん分かっていただいたと思うので、はい、ぜひね会場で心をたぎる使ってくださいそして、会場であったら島田のマイク聞いてますってステッカーも渡しますけど心たぎるいいですね私に自信をくださいということで協力ください。それでは島田のマイクスタートです。島田のマイク。この番組は B リーグライブ2022の提供でお送りします。はい、まあ、結構ここまでのところで、まあ、B リーグ7年目のシーズン開幕したということで、うん、開幕のニュースであったりとか、ね、まあ、いろいろなこう、ウィナーとかね。ウィナーとかありましたし、うん、こう環境変わってきたよ、みたいなことにちょっと注目集まってましたけど、うん、先日、実は9月の28日、うんうんうん、将来構想がまあ正式に承認されましたよっていうニュースも、うんうん、まあ、ちらちらとは見てたかなと思うんですけど、うんうん、じゃあ、この将来構想が正式に承認されたよっていうことって、うん、まあ、一体どういうことなのかなっていうことをお聞きしたいなと思ってるんですけども。うん、そうですね。28日にこの承認されましたよっていうことを受けての会見をしたんですけども、はい、その会見の前にいわゆる社員総会がありました、はいはい、B1 B2 の全クラブの社長にお集まりいただいていわゆる決算の決議とかで、はいはいはい、2021-2022 シーズンの B リーグですよクラブじゃなくて B リーグの決算を承認いただく決議をしたりとか、うん、これは年に1回いわゆる一般企業でいうと株主総会みたいなもんですがあります、はい、でそれがたまたま28日で、うん、でまあ決算の承認ともう一つあったのはいわゆる定款の変更、あそうかそうか規定規約を変えるのは当然理事会等々で決めていけるんですけども定款の変更は社員総会事項社員総会の決議事項なんですよ。で将来構想の中身をね私が随時発表してるのはあくまでも全クラブの集まる実行委員会で社長が集まってそこで議論し決め、うん、でそれを理事会で承認し決め、はい、なんで理事会で承認された時点で私は対外発表してるんですよ、はい、まあ、それで間違いはないんですけどね、うんうん、でも本当の意味でその決めたことを定款の変更を持って落とし込むっていう作業をするときにその定款の変更は、社員総会決議事項となっているということなんで本当の意味で、承認されましたっていうのはそういうことですね。ですから、まあ、正式に将来構想を推し進めていくっていう地味ですけどもうなんとなくも話してるから、まあ、それ言ってたじゃんっていうことなんですけど、うんうん本当の意味で、進んでいきますよってことがもう明確になりましたっていうことを、うん、まあメディアの皆様に実際こういうことですよ改めてっていうことを、まあ、会見でね、うん、お話をさせていただきましたと、うんうん、まあそうやって改めてこうちゃんと正式にというか、うん、こうリーグとしての目指すべき方向に定められた将来構想って、うん、じゃあ改めてなんだっけっていうところなんですけども、うんうん、そのあたり少しこう振り返っていただいてというかそうですねまずやはり B リーグがちょうどできて10年目の2026年に今の体制からね、うん、いろいろ変えていきましょうっていうことを2019年かな、うんうん、に方向感打ち出し、はい、今私の代になってもねそのまま今進めてるんですけどもまあ先ほど申し上げたようないわゆる理念ですよね、うん、バスケで日本を元気にとか、はい、まあ心たぎりは最近できた言葉ですけども、うん、世界に通用する選手の輩出とか、うん、エンターテインメントの追求とか夢のアリーナの実現とかっていうことを掲げてるじゃないですか、はいまあ、そういうその考え方に照らしたときにやはり B リーグがもっともっとこうバスケで日本を元気にするためにはもっともっとメジャーにならないとダメだよねと、うんうん、でじゃあメジャーになるためには当然選手のレベルも上がっていかなきゃいけないしチームも強くなっていかなきゃいけないんだけどもう少し
地域地域で54クラブも B3 まで入れるとクラブがあって、うん、根付いていかなきゃいけないときにちゃんとビジネスとして回るそういうビジネスモデルに変えていかないとやっぱり持続的に成長していくのは難しいよねということで、いわゆるどうしてもスポーツの世界勝ったところはフィーチャーされる、うん、負けてるところは注目を浴びないっていうことなんですけど、さすがにね54クラブもあると1年に1チームで単純に1個ずつ回ったって54年に1回しか優勝しないんですからねもうそんなのはもっと無理な話で、もう100年に1回するかしないかじゃないですか、まあ、そこのところにだけフィーチャーするんではもう B リーグとかのビジネスモデルでこれだけクラブ数をたくさん抱えるリーグのビジネスモデルでは難しいと思うんですよ。なるほど。だから勝つだけではなく地域に根ざして存在価値を見出すことで地元の子を応援すべきクラブになっていくような経営努力なくしてやっぱり厳しいと、うん、ただ今商工会制度を取ってるとどうしても落ちたくない、うん、上がらなければいけないってなると選手投資、うん、まあ、選手投資が悪いってことじゃないんですよ、はい、選手投資にだけフィーチャーしてしまうとやっぱりビジネス現場にこうリソースを割くことができないと、まあ、健全性を損なってしまうってこと、健全性を損ないやすいということで、うん、金金かとかビジネスのことしか考えてないのかとか、うん、そうではなくてむしろ逆で、うん、今のままだと本当に地方のクラブは苦しんで、うん、資金力のあるクラブが上に行ってっていう世界にもなってるんでね、うん、それがもっと進んでいきますから、うん、その前にちゃんとその地域地域で健全に生きれるような状態のビジネスモデルにするという意味では地方クラブをにチャンスをというか、うん、地方クラブでも将来そこにたどり着ければ優勝のチャンスがあるような、うん、そういう制度設計にしていきたいなっていうふうに思ってる、むしろ地方創生リーグなんですってことをまず申し上げたいなと思います、ね、なるほどですね、うん、そこが結構その将来構想の中の重要な部分の、まあ、社会性とかって呼ばれているような部分とか、うん、まあ、そういう話につながってくるとかってことなんですかね、うん、そうですね。でこれあと大事なことは B1、B2、B3 があって、はい、その全国に点在しているクラブの都道府県 の、 その経済規模であるとか人口規模とかであったりとか全然違うじゃないですか、はい、だから本当に千差万別なんですよ、うん、の中で一つの方向をベクトル揃えていくっていうのはものすごい難易度高いんですね、うん、ましては今までやってきた仕組みを変えるっていうのは大変なんですよ、うん、ただ B リーグのすごくいいところというか、まあ私が言うのもなんですけど可能性があるなと思うのは、各クラブが議論を重ねてきてここまでたどり着いたんですけども、皆さん大なり小なり思いはあると思うんですね、はい、でもそういうのも飲み込んで全体的に B リーグ発展することが結果としてシャワー効果として自分たちの恩恵もあるであろうということで全体会を持って議論に参加し、うん、ここまで進めてきたんで、うん、まあこういう難しい改革というか、はい、変化を起こすことができたっていう意味では、うん、素晴らしいなって思いますね、うんうん、まあ、いろんな意見があるけども部分的にこれはいいしこれはダメだしでもこれはできるかもとか、うん、でも全体とするとこの方法がいいんじゃないかっていうことにこう合意しながら、うん、まあ、みんなで進めることができているっていう感じなんですかね、うんうん、そうですね。その上で4000人とかね、12億とかアリーナとかね、はい、B2 だと2400で4億でとかやってるわけですよ、それぞれの基準、それぞれの基準でこういうことを設定して批判も受けることがあるんですけど、もちろんちょっと高いなコロナにしてはとかっていう時もありますけど、うんうん、どのクラブの社長もオーナーもこれをちゃんと容認してますからね、うん、ですから私がもう推し進めてるように思うかもしれませんけど、自分たちも B リーグのクラブを運営してビジネスをして地域に貢献ししっかりこう長きにわたって繁栄していくっていうことを考えた時に、そのぐらいの事業規模だったり入場者数だったりアリーナであったりとかそういったものを実現できないとしょうがないねって思ってるクラブの方が圧倒的に多いです、うん、で今そのいろんなオーナーチェンジが行われてて、オーナーと話しててもこういうレギュレーションだから参入したっていうオーナーさんの方が圧倒的に多いです。あ、なるほど。今の商工会のスタイルだったら参入してなかったっていう人が多いです、うんうん、つまりビジネスとしてちゃんと持続的なリーグになろうとしてるっていうことの評価が資本を呼んで、うん、そのクラブの魅力性が高まり、そこで応援するファンの人たちの満足度も上がるっていう状況を作ってる背景は、この将来構想がものすごく大きいということは皆さんに理解をいただきたい。まだ2026で開幕してどんな盛り上がりになるかとかによって評価を今してほしいなんてことは全く私も思ってませんけども、はい、少なくともそういう手順を踏んで、でそこでできてきてるものであるということで、クラブの皆様も納得し進めてるということはご理解いただけるとありがたいなと思いますね、うんうん、
そういった意味であれですね、2026-7シーズンから、まあ、昇降格の廃止であったり、うん、まあ、いよいよその将来コースの形になるのがまだ先かなと思いきや、意外に時間がないですかね、うん、そういったお話。そうなんですよ、もう今22-23でしょ、はい、だからあともう4年ぐらいしかないじゃないですか。そうですね、でここからいろんなルールを決めていかなきゃいけないんです、うんうん、で今はあくまでも骨格が決まったに過ぎないんですよ、うんうん、これからちゃんとあの細かいところを決めていく、その細かいことの制度の置き方がどうかによって盛り上がりにも何にも影響してくると思います。だからここからその試合のレギュレーションとかオンザコートとか、うん、場合によってはドラフトどうするのとか、いわゆるみんながこう興味関心がありそうなネタって我々も全部分かってるんで、うんうんうん、そういうの一個一個本当にどうやったら B リーグが盛り上がるか、ファンにとって良いのか、選手たちにとっても魅力なのかっていうのを考えてやっていくんですね。でここまで決まったんで、じゃあこれから細かいことを決めていくぞっていう時に、今の骨組みが少し観念的なところもあるし、はい、大きいことの理想を掲げてるけど細かい格論に入る時に何軸で物事を決めていくかっていうことの判断軸がないと、やっぱりせっかく38クラブでこう盛り上がってここまで合意したのに、なんとなくこうギクシャクしてきてしまってはしょうがないんで、うんうん、まあ、このタイミングで私の方から全クラブの社長に実行委員会でお話をさせていただきました。これはもう今まであまり語ってないことなんですね、はいはい、まさにこの今月ぐらいずっとやってきたことですね。で大事にすることを、うん、まあ、3つありますと。で、ね、はい、クラブの経営の成長に即しているかどうか、うん、これが1つ、はい、あとは日本のバスケの強化、いわゆる日本代表の強化に貢献するリーグであるか否か、はい、あとはこの2つの力を持って地域社会、そして日本社会に対しての貢献、社会性があるのか、この3つをどうするのかっていうのを、どうあるべきかっていうところの観点として考えていこうってことを決めました。でそれをまあ決めたというか、私がまあ熱く語りました、はい、で38クラブの代表からコンセンサスを取ったので、はい、これを軸にここから各論に入るよということを決めました。でどういうことかというと、まあ、まずクラブの経営については、クラブの経営として実態に即しているかどうか、うんうん、つまり自分たちで稼ぐってことをもっと大事にして、うん、自分たちで稼いだ資金力を持ってちゃんと社員の給料だったり、うん、選手の給料だったり払っていくことが大事だよねってことを申し上げました、はい、つまり先ほどこう B リーグの発展だったり将来構想の価値を持ってオーナーがどんどんこう入ってきていただいて、すごくありがたいことなんですよね、うんうん、成長させていただいているみたいな。でもそのオーナーのサポートの依存度が高ければ高いほど、いわゆる経営現場っていうのは弱くなると私は思ったんですね、うんうん、経営現場っていうのはもう生き物で、うん、そこが弱くなるとクラブってのは地域に根ざしているものだから、ファンサービスとかそういったものがすごく難しくなってくるということなんですよ。だからそこはもうこだわっていきたいということ、はい、だから実質的に稼げるクラブ、稼いだものでちゃんとある程度回せられるような方向に持っていきたいと、うん、あと強化はもう本当に日本代表が強くなるために、うん、まあ、レベルが上がるときにどんなルールにした方が強くなるのか、はい、これ育成とかもそうなんですけども、 B リーグのルールとしてどうすれば強くなるかっていうことは念頭に置きたいと、うん、で、まあ、社会性ということなんで、うん、まあ、ある種つながってるけど、ある種相反するようなこともあったりするんですね、うん、でも一回振り切って、うん、B リーグのクラブが成長するようになったらどうしたらいいんだってバーってテーブルに上げて、うん、で強化って言ったらもう全く今のルールのが全部ぶち壊して、うん、もう再構築するぐらいびっくりするようなこともみんな出し合って、で何が強化にいいかみたいなことで、矛盾とですね葛藤もあると思いますけど、そこぐらいまでドラスティックに出し合って、うん、経営と強化に資するかっていうことを大事にしながら決めていこうっていうことが決まりました、うん、だからこっからが、まあ、本当の勝負かなと思うんですね。なるほどですね、うん、まあ、この基軸をぶらさないように、うん、これからこのスタートをしっかり細かいところまで詰めるべく切っていこうと、うんうん、そうですね。なんでちょっとしばらくファンの皆様にこう何か次の決まり事が出てくるっていうのは少し時間かかるんですけど、はい、一旦皆さんに共有は正式に決まりましたってことと、うん、今後の各論に入る前に大事なものの軸足は揃えました、うん、はい、それに踏まえて、まあ、紆余曲折しながらアウトプットさせていただくんで、もう少々お待ちくださいねという感じですね。はい、はい、すいません、もうしっかりと将来構想について改めてご説明いただいたと思うので、はい、ここからまたねいろんなご意見いただきながら、本当にいいリーグ、いい日本のバスケットボールっていう風になっていけばいいなと、すごい楽しみですよね。頑張りましょうよ、はい、頑張いいもの作りましょう、はい、ということでファンの皆様も応援してください。さあここでタイムアウト。この間にお時間をいただき、島田のマイクをお聞きの皆さんには B リーグライブ2022についてお伝えしたい。 B リーグを愛するあなたへ、今シーズンの B をさらに楽しむための必須サービス、リーグ公認ファンタジースポーツゲーム B リーグライ2022。夢のチームの GM となって実在の B1、B2 所属選手をドラフトし、現実の選手スタッツで勝敗を競う、まさに B リーグ好きのためのシミュレーションゲームです。一人から遊べて難しい操作は一切不要。
遊べばゲームデイがさらに待ち遠しくなる。あなたの B リーグをもっと楽しく、詳しくは B ライブで検索。タイムアウトが明けます。引き続き島田のマイクをお楽しみください。島田のマイク。この番組は B リーグライブ2022の提供でお送りしました。はい、そろそろエンディングの時間です。島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしております。今日はちょっと、心をたぎりすぎちゃって、心たぎる話でたぎりそして将来構想でたぎり私はもうたぎりすぎちゃってもう大変なことになってしまってるんでもうこのままたぎり締めに入りたいと思います、はい。島田のマイク、ここまでのお相手は心たぎりまくった B リーグチェアマンの島田真嗣でした。また来週。お聞きいただいたコンテンツは、制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。